皆さんこんにちは、ジマでございます。今回はこのカメラですね、ニコン Z6III、 これね Z6 の3型という形でついにね、まあ正式発表登場してくるといったところで、先行でねニコン様よりお貸し出しという形で、まあレビューいろいろ魅力というところを語っていく動画になります。で、今回はですね、昨日まあいろいろねこのカメラの特徴っていったところをお伝えさせていただきましたので、よりまあディープなメニューってどうなってるのと、いやちょっと待ってよ島さん、まだ実機がニコンプラザにはあるけど私ら手元にないのにメニュー画面見せられてもっていうところがあるんですけど、意外とですねこのメニュー画面を購入前から全て網羅把握することによってですね、あれあの機能がこのカメラには入ってるんだとか、逆にあれ ZF とか Z8 にあるあの機能はどこ行ったん、あないのか、ファームウェアの更新に期待みたいなねところがあったりしますので、ぜひこのね Z6III 実機が私の手元にあるというところをですね存分に活かしていただいて、解説というところを進めていこうかと思います。今回もジマチューブスタートです。ジマチューブ、はい、改めましてジマでございます。今ですね Z6III の、画面に切り替えております。で、私ね今右下にいるので、実物はこれですね Z6 の3型、めっちゃいいカメラですよ。グリップも良くてですね、さっき、ざっくりですね24120と26の F2.8 と、400の 4.5 とかでパッパッパーって撮ってたんですけど、やっぱねあのレンズグリップとか、まあ、サイズ感含めてめちゃくちゃでかいとか、めちゃめちゃフロントヘビーになるレンズというよりかは、どちらかというと厚く使いやすいレンズを使ってるとすごくですねハンドリングがいいなっていうところがありますので、まあ万人受けするカメラかなっていう印象があります。で、そんなカメラなんですけど、まあ機能面ね、いろいろ数字がね、まあメーカーさんより公式で出てはいますけども、実際何ができんの、どういった機能があるのっていうところでね、早速まあ静止画メニューのところから上から、全メニューを見ていきますので、総なめしていきましょう。で、時折止めてですね解説なんかを入れますので、この動画は設定メニューを見るという名のしゃべる完全 Z6 の3型の、マニュアルガイドという形になります。しゃべるマニュアルになりますので、まあ、この動画を見ながらね、もし、ファームウェア1.00 やったかな、今これ先行貸し出し機になりますので、もし皆様がねお手元に購入された時にはですね、もしかしたら多少、メニューの変更があるかもしれないです。今ファームウェアはね 1.00 になってます。もし手元に届く時に 1.01 とか 1.10 とかになってるかもしれないんですけど、まあ、1.00 のタイミングでこういった、メニューになっておりますというところをご案内できたらなというところですね。記録フォルダの設定、なんていうの、写真撮った時に、フォルダがね明記されるんですけど、この番号ですわ。で、私結構このね100番とかを切り替えることが多いです。で、なんでかっていうと、100のままでバーって撮って、なんかすごい何百枚撮って切り替わるぐらいやったら、定期的に今日は100、明日は101、次は102みたいな感じで切っていくと、写真撮った後のデータ管理の時に一番お尻のね103番とか105番からチェックしていったら今日の撮影分みたいなチェックができるので、一番最後に持ってきてくれるんですけど、マイメニューのとこに設定するぐらいさっきの機能は私実は使っているというのを一つ添えておきます。で、これはファイルメニューですね。まあ、DSC で、まあ、特にその他のカメラを使ってなければですね、あのニコンのね他のカメラ使ってなければ DSC でいいかと思うんです。私もニコンのカメラがゴロッゴロに転がっているのでDSC にしていると、どれで撮ったやつやっけってなっちゃうので、この DSC のファイル名のところは今回は Z6 の3にしておきます。で、これが人によっちゃね Z8 の A 仮面、 Z8 の B 仮面みたいな感じにしてたりするので、まあそういったところはねうまいことを使い分けてもらったらいいかなっていうところですね。なので、アコを DSC にした状態だと、例えば他のカメラで撮ったやつも DSC のなんちゃらかんちゃらで混ざっちゃったらね大変なので、毎回 EXIF 見に行くも大変じゃないですかっていうところがあるので、もうこのファイル名のところで切り分けてもらうのがいいかなと。で、出スロット、言いにくいな、メインスロットの選択は先ほど CF エクスプレスにしましたと。で、副スロットの機能として、このカメラね、CF エクスプレスタイプ B っていう、まあ、高速なメモリーカードに対応しております。で、もっと言うとちゃんとニコンさんね XQD カードにも対応しているとというものがまずメインスロットにありますよっていうところと、副スロットで SD カード UHS-II というね、あの SD カードの中でも結構書き込みとか読み込みが優秀なね速度が出る、規格の
SD カード、メモリーカードに対応しております。で、そのメモリーカード何すんの?なんですけど、順番に記録していくのか、バックアップなのか、ロープラス JPEG 分けるのか、私は今回ロープラス JPEG を分けようかなというところで分割にしましたと。ちょっとパソコン近づけようかな。はい。で、撮像範囲のところは、撮像のね、範囲設定 FXDX 逆に ZFC とかね Z30 とかの DX しかね使ってない方であれば何のことなんですけど、このねあのセンサーあるじゃないですか、あのカメラのねレンズ交換するときのギラギラした板、あれがフルサイズの FX フォーマットなのか、撮影時に DX に切り替える機能もあったりしますので、その時に FXDX を選べますよっていうところです。で、下は DX の時に右上だったかな、チカ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 光ってくれるんですよ。そうですね、右上に FXDX がいるので、これが DX になると DX ですよってチッカ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 教えてくれる機能です。で、私これ結構使っているのでオンにすると、なので FX1 対1、16対9とかもあるよと。DDX をオンにするよと。1対1はね、ウェブカタログとかの取って出しの JPEG 納品の時によく使えますし、16対9はなんか動画系のサムネイルでちょっと押さえて1枚取っといてくださいという時は16対9でパチって1枚取っとくっていうのが多いです。ただ基本はもう FXDX ばっかり使ってますね。で、あとは快調モード SDR、HLG。まあ SDR でいいと思います。HLG もね、いいんですけど、こだわる方が使うようなものですね。画質モードはノーマルに初期設定を、あ、そう、先に言っとくと、これあのカメラのね、あのメニューを全部吹っ飛ばしてますあのカメラの一番初めの初期段階の設定メニューにクリアにした後から始めてるので、皆さんが購入されて手元に届いてもこの設定に基本ファームウェア 1.00 ではなってます。何をしたかっていうと、あのタイムゾーンの設定ってあるじゃないですか、あのあたりはしました。あの日時合わせるね、あいたところはしてるけど、他のところはあの初期設定全部飛ばしているので、設定内容ね、なので初期状態という認識でお話し進めてもらえたらなと。画質モードはノーマル。ただね、やっぱりあのいいカメラ凍ってるので、まあ、ローファイルであったりとか、ファインの中でも星マークの綺麗なロープラスファインで撮ってもらえたらいいんじゃないのかなっていうところですね。あとは、画像サイズのところですね。まあ、せっかくね、いいカメラ買ってるから、これも L サイズで購入してもらえると、利用してもらえるといいかなっていう感覚でございますね。で、画像サイズの DX の適用なんですけど、これはですね、まあ、DX 使ってる時に、DX の画像サイズどうしますかっていうのを切り分ける感じですね。ただまあ、特にそんなに DX の時だけ、映像、写真のねクオリティを変えたいとか特にリクエストがなければもうオフでいいと思います。連動させる感じでいいんちゃうかなってところですね。で、ロー記録のところはローで撮った時にロスレス圧縮っていう、まあデータがね大きい状態のままか高効率の星マークで、まあ高効率なのでギュッとちっちゃくはするけど、意外とあれロスレス圧縮に近くねっていうね、結構最近出ているロスレスの圧縮 高効率のなんていうの、とにかくいいとこ取り、もうええ表現使った、いいとこ取りの星マーク。ただ私自身はやはりロスレス圧縮で、データより大きくなるけど、もうそれよりもとにかくもうなんていうの、ほんまちょっとでもいい状態で持っときたいのでロスレス圧縮というものにしております。ただ普通に使っていく分に関しましては高効率の星でいいと思います。ニコンさんも実際高効率の星をねデフォルトにしてたしね。で、ISO 感度のところですね。まあ、感度自動制御っていうね、あの自分の中で ISO オートっていうやつがあるじゃないですか、ニコン使ってるとね、あるじゃないですかっていうと、それ何って言われると、ちょっとまた別で調べてほしいんですけど、例えば、自分が設定している露出に対して、あれ、これじゃあ暗いんですけどってカメラさんが判断すると、ISO 感度を勝手に上げてくれるんですよ。で、理想とする、まあ、適正露出に持っていってくれると。で、その時に、なんぼまで ISO 感度上げますと、暗いんですけどって言って、ISO 感度ガッと上げられても、ガッピガビになってしまうと、このカメラ高感度強いけどねっていうところがあるんですけど、ガッピガビになられると困るので、まあ制限の上限感度ってものを自分の中である程度決めとくというところになりますね。なので私自身もこれはもう基本よく使っております。それでですね、絞りとシャッタースピードだけに神経を、持っていくことができますので、もう ISO 感度オートですね自動にしていれば、もうシャッタースピードと絞りさえ決めてしまえば、もう ISO 感度なんてもうどうとでもならぐらいの感覚ですね。
で低速限界設定は撮影モードがプログラムであったり、まあ、絞り優先のね A モードの時に、露出不足となった場合に ISO 感度を上げ始めるシャッタースピードを選択できるという形になっておりますので、まあ絞り優先とかもね使われる方多くいらっしゃるかと思いますので、そういった時にね活用してもらえたらなって感じですね。ホワイトバランスもうオートでいいでしょ。ちょっと前のねカメラだとホワイトバランス怪しいところがあって、ケルビン指定みたいなのが絶対だったところもありますし、まあ今でもねやっぱりケルビン指定の方がこれね色温度設定のところが、まあ、確実プリセットのマニュアル当てる方も多くいらっしゃると思うんですけど、最近のねカメラ特にニコンね、ホワイトバランスすごく優秀です。なのでまあ基本オートで売っといていいんちゃうかなっていう感じですね。でピクチャーコントロールに関しましても今回ねちょっと新しい目玉機能がついてますので一番最後にねお伝えするんですけど、まあオート、スタンダード、ニュートラル、ビビット、モノクローム、フラット、モノクローム、ディープトーン、モノクローム、このあたりがちゃんと入ってますね。でポートレート、リッチトーン、ポートレート、風景、フラット、クリエイティブピクチャーコントロール、ドリーム、モーニング、ポップ、サンデー、ソンバー、ドラマ、サイレンス、ブリッジ、メランコリック、ピュア、デニム、トイ、セピア、ブルー、レッド、ピンク、チャコール、グラファイト、バイナリー、カーボンっていう C20 まで。でここです、クリエクラウドピクチャーコントロール、これがねちょっとね、まあ、新しい領域になってくるので、これはまた別でね動画を撮ろうかと思います。なんで何かっていうと、ピクチャーコントロールをねいろいろ自分でね作っちゃってとか、他の人が作られているピクチャーコントロールを自分の中に持ってくると、まあルミックスなんかでよく使われているリアルタイムラットまではいかへんと思います。ただちょっと自分なりの色を写真撮ります、なんかちょっと現像で追っかけますとかせんでも、現像ソフト側で NX スタジオなんかでもある程度色作っといて、この色なんですっていうもの、自分の好きな色はねっていうものをもうカメラ側に掘り込んどくと、じゃあ撮影した時に自分で作ったそのカラーのプロファイル的なものがもう当たった状態でピクチャーコントロールとして使われる。なのでピクチャーコントロールどれもピンとこん、クリエイティブピクチャーコントロールもぶっちゃけピンとこんねんっていうところの方は、もうこのクラウドピクチャーコントロールで対応してもらったらと。私自身はデニムとか 30% の適用度とかで結構ね、いいんじゃないって思っちゃったところがあるんですけど、もっとこだわりたい色表現にって方はクラウドピクチャーコントロールを登録しておけばいいよって話でございます。ここの色の追い込みがねすごく楽しいんじゃないのかなって感覚ですね。でピクチャーコントロールの話からカスタムピクチャーコントロール、まあこれはね昔からありますよね。編集登録できますよ。で色空間 sRGB か Adobe の RGB かって話と、アクティブディライティングでございますね。私これね、まあ、基本市内になってるんですけど、まあ強めとか標準、ただアクティブディライティングはね現像ソフトによってではいまいち反映がされなかったりもします。純正ソフトやったらねバッチリ決まってくれたりするんですけど、現像ソフトにちょっと依存するところだけご留意点として持ってもおいてもらえたらなと。で長時間ノイズ低減、シャッタースピードを遅い状態にした時に発生するノイズを低減できると、撮った後にねちょっと待ってくださいって待たされるんですけど、まあノイズ低減ねしてくれるっていうのはありがたいですよね。で高感度のノイズ低減、感度がドーンってね持ち上げちゃうと、先ほど言うたガッピガビね高くなるほど、発生しやすいノイズを低減してくる、そのまあ、低減効果の度合いを設定しますよっていう形になります。普通ノーマルっていうのかな。でビネットコントロール、周辺光量値みたいな形で四隅がねどうしても暗くなっちゃうところがあるんですね、撮影しているとレンズによってはとかですけど、その時にビネットコントロールをもうしないのか、もう周辺の光量は落ちていいよ、これがだってレンズとカメラの本来の性能だもんっていうものにするか、いや落ちるのは大前提として、もうカメラ側である程度周辺光量落ちるんやったら補正してよっていうのが、どの程度ノーマルなのかハイなのか、強く入れるのかどうなのかってところを選ぶようにしております。ただ、自然な仕上がりにしたいので、私は、まあ、N ってノーマルかな、普通の一般にしておこうかと、標準にしておこうかなっていうところでございます。で多少、まあ、周辺光量落ちた方が味あるやんって方はもう弱め、もしくはしないにしてもらえたらいいかなと。で解説補正ってね、絞りをべらぼうにガッて持っていくと、画質がちょっと落ちちゃうんですよね。なんでかっていうと、絞りってこうグッて絞っていくでしょ。でこの時に絞っていく時に、例えばよく例えられるのが、水いっぱい入ったバケツにある程度の大きさの穴開けると水バーって出てくるでしょ。でもほんまにちっちゃい穴を開けると、だからめちゃくちゃ絞ったっていう状態ですね、バケツにめっちゃちっちゃい穴、めちゃくちゃ絞った状態で穴を開けると、水の出る勢いが強かったらこうイメージなんかできません、水がバケツから出ます、ストレートに飛ぶんじゃなくて拡散するでしょ。
水がバケツの穴のところからうわって広がっちゃうんですよ。これが光でも同じように起きて、例えばめっちゃ絞っちゃうとセンサーに対して光がまっすぐ来るのではなく、絞りのところで光が広がっちゃうんですよね。ほなら結果的にあんまり画質がよろしくなくなっちゃうので、べらぼうに絞りすぎず、8前後ぐらいまでで抑えときましょう。それより絞っちゃうんやったら ND フィルター素直に入れたらってのがよくあるパターンなんですけど、この解説の補正のところをカメラ側でしますかっていうので、もしかしたらね8でも、いいかなってとこが、うわ11とかやっぱ16ぐらいまで絞りたいなって時があったりするかもしれないので、念のため解説の補正ってものを入れといてもらえたらいいかなってところです。で、美肌効果、これね望まれてる方も多いやろし、今回 Z の6の3型結構ね個人的にはポートレート撮る方にはおすすめでございます。しかもポートレートの中でも、2450万画素かつこのサイズ感、コンパクト、質量で、もっと言うと50とか35とか85とか、あとはそうやな2470の F2.8 とかのレンズで、人物を撮られる方には、どちらかというと 50mm の F1.2S ラインとか 85mm の F1.2S ラインとか 135mm の F1.8S ラインのプレナのようなごっついレンズというよりか、コンパクト構成でしっかりとポートレートを撮りたい方に関してはものすごくこのカメラ向いてるなって思います。やはりね、バリアングルなので、縦構図もね、縦横四軸チルトと比べるとぶっちゃけ縦横四軸チルトの方が個人的にはいいかなと思うんですけど、バリアングルでもね、やはりこのね、ローポジション、ハイポジション、ローアングル、ハイアングル、もう IA レベルはもちろんのことなんですけど使いやすいです。で、メニュー表示もね、後ほどお伝えするんですけど、縦に向いてくれます。ちゃんと画像処理エンジン X ビート7世代目の恩恵ってところもあるんでね。なのですごくポートレートに向いてるというか、ポートレートを気軽に本格的に楽しむには向いている。で、この美肌効果もね、ニコンは他のメーカーさんみたいに、なんていうの、そのコテコテじゃないですよね。正直強めにしても、ああなんか綺麗になってるやんぐらいで、標準とか弱めやったら言われんかったらわからんってのが個人的な感覚なんですよ。どの程度って言われると Z8 とかの時の美肌効果が初めて入った時の比較で挙げてるんですけど、正直撮影にねご協力いただいてモデル様がそもそも美肌でございましたのでもうなんか、どっちも綺麗わっていう話で、やったー、お肌のケアやってよかったみたいな、モデルさんが機嫌よくなるんで美肌効果入れときましょうっていうところがありますので、でこれね、動画とかにもね使えてるっていうところがすごく強いので、動画で美肌とかに入れると結構ね大変やったりするんですけども、収録のタイミングでね美肌が働いてくれるんやったら効果強いなっていうふうに思います。で、人物印象調整、こちらもね結構新しめの機能でございますけども、人物のね、明るさとか、二軸っていうところで調整して、マルチセレクター左右で調整してくれると、左側がマゼンダ方向、右側がイエロー方向というところでこだわられる方はね印象調整してもらったら、ただほんまにこだわる方やと思います。もう最近のこのね世代のカメラになってくると、そこまで追い込まんでも普通に綺麗に撮れるでっていうところが個人的にはありますので、こだわられる方かな。で、静止画フリッカー低減、高周波フリッカー低減のところで、フリッカーのところですよね、静止画のね、フリッカーというところでフリッカーの影響が少ない撮影タイミングで撮影をします。ここ最近はね昔ほど分かりやすいんじゃなくて LED とかもう和訳ちゃでしょ、フリッカーどないしたらええのっていうところがあるんですけど、ニコンは比較的、LED 含めてフリッカーは個人的には強いかなってのは思うカメラになってるので、周囲の環境を判断して撮影するための、レリーズタイムラグが伸びる傾向はあるんですけど、その分静止画の時にフリッカーを低減してくれる、私らが今撮ってってパチって押してもカメラ側でちょっと待って今押したらなフリッカーでんねんよし撮ったーみたいな感じでカメラ側がちょっとねアシストしてくれるとか気使ってくれる、機能になりますので、ぜひね、使ってもらえたらと。で、高周波のフリッカー低減のところに関しましては、LED とかねこういったところを含めて特殊な、もう何この周波数みたいなところのフリッカーを除去してくれると、なので何百何十点何本みたいな、何これみたいなところがあったりするんですけど、それはその環境に応じた、高周波のフリッカーを、抑制してくれてるというかね、対応してくれてるっていうところになるので、必要に応じて体育館とかで撮られる方であれば、オンにしてもらった方が安心できますよってところですね。
で速攻モードですね、マルチパターンで速攻するのか、お花取る時みたいにね中央部分で、まあ、重点的に速攻するのか、自分が持っていってるスポットで速攻するのかであったりとか、まあ、ハイライトで、飛ばんように重点で速攻してもらう、なんか、まあ、黒くなっちゃうかもしれへんけど、逆にハイライトの情報は白飛びせえへんっていうね防ぎ方があったりするので、まあ速攻ですね。で速攻モード何、これもね結構再生されてる動画で昔にね撮っておりますので、速攻モードの動画も見てもらえたらと。でフラッシュモード調整、まあレリーズあって、フォーカスですね、シングル AFS 真ん中ドンかコンティニュアンスで追っかけるのか、マニュアルフォーカスで撮りますか、どれかですね。ひとまずコンティニュアンスにしときましょうか。でオートフォーカスエリアモードに関しまして、オートフォーカスのエリアどれにしますかで、ピンポイント AF はもうある状態で、シングルポイント AF、 ダイナミック AF の SML と、でワイドエリアの AF の SL があって、ワイドエリア AF のこれカスタムですよね。 C1、C2 が入ってるって、あれ思ったよりいいの入ってるやんっていうところがね、ちょっともうちょっと上域ぐらいから入るような感覚が個人的にあるし、当たり前のように 3D トラッキング入ってる、あれ 3D トラッキングってちょっともうちょっと特別な扱いじゃなかったの、ニコンさんってところがあるんですけど、いやもう XP の7世代目やし入れちゃえぐらいの感覚で 3D トラッキングがあると。でオートエリア AF なので、私の場合はシャッターボタンに半押しでオートエリア当ててます。でオートエリアで OAF がちょいちょい違う違うってなったら、親指 AF のところに 3D トラッキングで真ん中捉えて食って作る構図作るみたいな撮り方をしてたりもしますというところですね。まあその辺は後ほど何あのカスタムのところで、ここね撮りないんすよ、まずお伝えしておきます。AFMF の被写体検出の設定、オート、人物、動物、乗り物、飛行機、市内っていう状態になってるんですけど、カメラによってはここでね鳥が入ってくるんです。つまりは動物が、まあ、分岐しているというところがあるんですけども、合ってるよね、動物が分岐した、まあまあまあ、でも鳥って乗り物じゃないからね。ちょっと今 Z8 持ってるので見てみると、そうですね、動物の横に鳥マークがほんまはあるんですけどないので、まあ飛行機はね分離してはいるんですがっていうところですね。まあまあ後々ねファームウェアの更新で当たってくれんちゃうかなっていうところを期待しておきましょう。でマニュアルフォーカスの被写体検出の範囲ですね、これをどうするか、まあ、全域からするのか、ワイドエリアの自分が選んでいる、まあ、L のボックスの中で被写体検出するのかによって、で私の場合結構ねその都度その都度変わっちゃうので、まあ、全域にひとまずしとこうかなというところです。手ブレ補正オンでございますね。で手ブレ補正のオートフォーカスポイント連動であったりとか、オートフォーカスのポイントのブレが最も小さくなるように、手ブレ補正をしてくれるというところがあったり、このカメラすごくね手ブレ補正優秀です。8段分やったかな、だから8とか9、8とか9のボディ側よりもどっちかというと ZF と Z6 の3型は新時代のボディ内の、センサー側でカチャカチャカチャって動いてくれるブレのね補正をしてくれるっていうところがすごく優秀です。でオートブラケティング最近使う方いらっしゃる、オートブラケティングも選べます。コマ数はどうします、補正のステップ幅どうしますかっていうところですね。で多重露出、使ってらっしゃる方いらっしゃいます。まあおしゃれなねお写真撮る時の合成モードのところであったりとかね、あの画像を選択して合成モード、カスタム線合わせて1枚の画像として記録できる、なんとなく画像ソフトとかね編集ソフトなんかでやってる方が多いんちゃうかなって個人的にはね思うんですけど、まあカメラ側でもやっちゃいましょうよってやつですね。で HDR 合成であったり、露出が異なる2枚の画像を撮影して合成することでシャドウ部からハイライト部まで幅広く再現された画像を記録できると、明暗差が激しい、撮影シーン、適してますよという形でございますね。あとはインターバルタイマーの撮影であったり、タイムラプスの動画であったり、インターバルタイマーね設定したコマ数で撮影間隔カシャン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 みたいなね感じで撮ってくれるよっていうところでございますね。あとはタイムラプス、今回タイムラプス結構プッシュされてて、この Z6 の3型もねタイムラプスのところ結構ね、あのもうカメラ内でタイムラプスできちゃうと、カメラによっちゃタイムラプスってね、あのいっぱい撮った中からパソコンに送ってタイムラプスとして生成しなくちゃいけないんですけど、ニコンの場合なんかもうカメラ側で勝手にねタイムラプス撮れちゃうので、もうバンバン興味ある方はね使っちゃえばいいと思います。
特に風景撮られる方とかやったらね、いいかなって。でフォーカスシフト撮影ですね、あのピント位置無限に向かってな、物撮りとかの人が多いかな、どっちかっていうと。もうカメラ三脚にバチー固めてフォーカスシフトでピントをポン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 って送って、まあほんまやったらボケてしまうんやけども、あのピントを奥にどん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 って、まあ無限側にボボボボボボって送って、それキュッてくっつけたら全部ピント合いますやんっていう結構力技なところがあるんですけど、あのね結構あの物撮りなんかでね、ちっちゃいもん撮られている方には使われるかな。でピクセルシフトですね、撮影コマ数で設定した枚数をカメラ側で自動で撮影すると、撮影したロー画像をパソコンで合成すること、これ NEX スタディオだったかな、純正ソフトでやってくださいねって案内になっておりますので、まあ、ピクセルシフト、まあでもねこのセンサーでするんかなってところがあるんですけど、まあできるに越したことはないので、まあ、機能として入ってますよと。で動画側に行きますという話ですね。記録フォルダはね先ほど作った、まあ、あの話ですし、ここのね DSC のところも、Z6-3 に、まあ、作っておいて、動画記録が、CF エクスプレス、これ何5時間31分撮れんのっていうところであったりとか、動画記録は H.26 の8ビットがですね初期に選ばれていると、 MOV ね、まあ、H.265 の10ビットであったりとか、プロレズ 422HQ の10ビットであったりとか、プロレズのローので SDR N ログも選べたりとか、N ロー12ビットであったりとかね、プロレズのローの HQ の12ビット、まあ十分ですよね。現実的に考えてこれだけあればいいでしょうぐらいの、まあ機能が備わってるかなと。で、後ほどお伝えするんかな。今回ね、10倍スロー。240がいけるので、 30p じゃなくてフレームレート24に切った時に24で10倍で240が使えるっていうのは一つの魅力のポイントになっておりますので、10倍スローっていうものをね選べたりしますと。これね、24で5倍スローとか4倍スローとかあったじゃないですか。これを H.265 にしたら、上の方に上がっていって一周回って、あるかな、あ、これ1920の1080の240だから、これ実際は24で10倍スローっていう形で使えたりもするので、まあ引き伸ばさなあかんかもしれんけどね、あのカメラ側で5倍スローみたいな感じでやってくれてるわけじゃないので、そのあたりね、再生速度 10% とかにするの、ほなそれで OK やと。で撮像範囲、まあこのあたり結構ね、もうカメラ写真側スチル側とほぼほぼ一緒のところが多いので、もうバン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 進めております。はいはいはい、動画もいつも通りねみたいな感じでございますね。静止画と連動しますよとか、まあ、アクティブリーライティングどうすんのとか、高感度ノイズどうすんの、ビネットどうす、解析補正どうする、美肌入れるかどうか、まあ、動画にね美肌はぜひ入れてほしいかと思います。人物印象調整、動画フリッカー、高周波フリッカー、速攻フォーカス、オートフォーカスエリアとかね、多少このあたり静止画と異なってるのでね。であとはフルタイムとかマニュアルフォーカスとかね、まあコンティニュアスかフルタイム AF あたり使っとってもらったらいいんちゃうかなと思います。で FMF の被写体検出であったりとかね、まあここも特に変わりはないと。で被写体検出の範囲もまあ全域に変えておこうと。手ブレ補正はオンです。で電子手ブレ補正ね、使われる方は使ってもらって、ここ新しいですね、 LINE 入力があります。外部マイクね横にあるんですけども、まあ結構この動画を意識しているカメラになりますので、 LINE 入力っていうね、私なんかは結構 ATEM mini とかのブラックマジックデザイン製品なんかを使うことが、あのスイッチャー系ね、まさに今使ってるんです。この映像はそれを使ってるんですけども、その時になんていうの、 LINE 入力っていうものもあったりするんですよ。なのでまあいろいろ映像とか音声を使われている方で高品質なね LINE 入力をしたいなって方の場合は、もう LINE 入力でゲットしてもらうっていうのもありだと思います。ただ個人的にマイク入力、 LINE 入力でのあの音量のボリュームのギャップあるじゃないですか、あれが結構苦手というか焦るところがあるので、もうカメラ側は正直 LINE カメラ側で LINE 入力っていうのが私の中のなんかもう固定観念としてあんまないので、まあ、新しいカメラやからあるんです、追加されてるんですけどね、もうカメラ側はマイク入力でいいかなって私は今のところ思ってます。でアテネーターね入れるかどうかであったり、録音帯域ワイド、風切り音入れるかどうか、まあ入れてもいいんですけど、ちょっとロボットっぽい声になっちゃうんでね。マイク端子のプラグインパワーはよくあるあのビデオマイク号みたいなつけた時に、まあ、電源マイク側にこういったなんていうの、ダイナミックマイクで XLR 端子使って
コンデンサーとかでね 48V 流すかとか、そういったところのものを考えてもプラグインパワーでいけますぜっていう感じにしておくかとか、ヘッドホンのねボリュームであったりとかタイムコード、ヘッドホンねちゃんと動画やからあのモニタリングしながらねいけるんで、これがねあのカメラによっちゃちっちゃいカメラやったら端子周りの部分のスペースが限られてるので省略されてるんですけど、まあ、ここはねちゃんとありますよと。で、外部記録制御が HDMI だったりハイレゾズーム、今回ハイレゾズームをちょっとプッシュされてますね。やはりまあ単焦点とかのレンズを使ったりの時に、まあ、85よりちょっとだけのもうちょっと向こう行きたいなみたいな時にハイレゾズームでグーって寄ってもらうとかね、ありやと思います。なので被写界深度がかなりね、浅いボケ味の強調されたレンズで、グーって単焦点やけどねグーって寄ることが、まあ、できるっていうのは面白いですよね。で、フォーカスのところですね、AFC とか ASS の時の、優先はどうしますか、まあ、レディーズにするかなであったりとかね、フォーカスにするかなとか、AF ロックオンの横切りの時の反応は鈍感にするのか、敏感にビビビって、あ、引っ張られるってするのか、なんか横切ったとしても知りません。自転車が横切っても私は知りませんってするのか。まあ標準にするのかどうなのかで、オートフォーカスの点数はもうせっかくやからね、まあ前提にしとってもらって、まあスキップで早く飛ばしたいって方もいるかもやけど、まあ前提でいいんじゃないのかなってところと、縦横位置のフォーカスポイントの切り替えでございますね。で、フォーカスポイント、まあ、切り替えてもらうのもいいんですけど、ちょっと戸惑う、縦横切り替えた時にあれってフォーカスポイントどこ行ったってなったりする時もあったりもするので、まあ市内にしておくのが無難かなと。で、慣れたらまあフォーカスポイントぐらいは切り替えてもらう、オンにしてもらうっていうのもありかなと。で、半押しの AF のレンズ駆動のところですね。まあ、これはまあオンでいいでしょう。フォーカスポイントの引き継ぎも、まあ、オートっていう形にはしております。初期なんでね。で、これは結構削ります。エリアモードの限定。もう正直あんま自分が使わへんなってところは削ってる方が、楽なので、残すものは残して削るものは削るかな。これはでも人それぞれになりますのでね。で、あとは、フォーカスポイントの循環のね、選択のところをオンにするか、マルチセレクター紙を使ってフォーカスポイントを設定するときには、端のポイントから端の側にピョーンって飛ぶやつ。端っこで、レフ機の時とかで端っこでうーうーうーって止まってるから、見て、ファインダー覗いてない時でも一番右にグーって持っていっとったら、縦で撮るときに、はい、一番上におるから一個二個下げて、はい、縦構図で撮って、はい、顔が来たぐらいの感覚やったんですけど、フォーカスポイント循環選択、端っこ行って端っこ行くので、まあ迷子になったりね、たまにするんですけど、まあその時は真ん中の OK ボタンを押してもらって、バシッて。フォーカスポイント真ん中返してきたらいいので、まあ、この辺りは使ってもらって。で、フォーカスポイントの表示いいですね。マニュアルフォーカス時、まあ私はオンにしておきます。フォーカス欲しいんでね。で、ダイナミック AF とか AFC の時とか 3D トラッキングの時の表示の色とかね、まあ、選べるようになっておりますよっていう形になっております。まあフォーカスポイントは欲しいんでね、まあ基本はオンにしているという状態でございますね。あとは次がフォーカス内蔵 AF 補助光、これあのね右左上にねこれあるでしょ、ライト。結構私動物とか撮るんですけど、暗い環境とかで撮るとここがね光るんですよ。で、それは何かっていうと、撮影するときにカメラが、ああ、暗い、AF 捕まえにくい、ちょっとこっから光当てて、ちょっとだけでも明るくして、あ、ちょっと明るくなったら、AF 捕まえれる。ただ、このカメラね、マイナス 10EV いけたんちゃうかなと思うから、正直そんな機能なくてもええんちゃうと思っちゃうんですけど、私はその動物からするとですよ、私らだってさ、急にカメラ向けられて、なんかライトがバーって光って、マジってなってるときに、あ、フォーカスあったわって言われたら、なんやねんってなりますやん。イラッとしますやん。なので動物のね、あの目に、瞳孔に強い光は当てないように私自身はオフにしております。これがまあ物とかやったらね、じゃあ物撮りとか食器撮るとか、なんかそういった時には別に光当てても怒らへんからね、食器とかはね、物撮りの時は。なのでまあ別に食べ物撮る時とかでも別にええんかもしれへんけど、私は動物を結構暗い環境で撮ったりもするので、オフにしております。動物へのね、目の影響ってものは気にしておきたいので。で、フォーカスピーキングのところでございます。まあ、それで撮れへんやんって言われたらしゃあないやんって思います。スターライトビューで頑張ってって感じですね。フォーカスピーキングのところですね。これはまあオンにしておきます。あのピーキングのね、時に、まあ感度ね、状況によっちゃ高感度にしてもらってもいいかもしれんね。で、フォーカスポイントの移動速度。まあこれはね、標準でもいいかもしれんけど、まあ早いとかの方がいいんかな。バババババってフォーカスのポイントが移動してくれる速度ですね。露出補正の話のステップ幅のところに行って、簡易
設定のところでね、露出補正ボタンを使用せずにコマンドダイヤルのみでもう露出補正ができるようにするのかどうなのかっていう設定ですよね。ただちょっと私は戸惑っちゃうところが、あれいつもと操作違うってなったりするところとかがあるのでオフにしておきます。でマルチパターン速攻のね顔検出、まあせっかくあるんやったらねオンにしておく方がいいですよね。カメラが人物の顔を検出した時に顔の明るさに合わせて、あっその暗くならんようにね合わせてくれるっていうのがあるのであればすごく便利ですよね。っていうところでオンにしておきましょう。中央部重点速攻の範囲はまあ基本いつも通りのスタンダード、真ん中のねあの輪っかのところですね。で基準の露出のところですね、まああんまり変えちゃうと戸惑っちゃう、他のカメラ使うときに戸惑っちゃうので、まあその標準のプラマイゼロっていう形にしておきます。で絞り値変更の時のね露出を維持するのかなんですけど、撮影モード、M モードですね。マニュアルで撮影するときに開放絞り値または最小の、絞り値が変化しても露出を、まあ、維持してくれるように、シャッタースピードであれば開放絞り値または最小絞りの変化時にシャッタースピードを制御して露出を、維持してくれるという形になったりもしますので、まあ、使う方はね使ってもらったらいいんじゃないのかなっていうところがありますと。ISO 感度に関しては開放絞りのところもしくは最小絞りのところを変えてくれると。でシャッターボタンの AE ロックであったりとかセルフタイマーのところであったりパワーオフ、ここはねちょっと特殊な設定をします。なんでかっていうと、まあ、基本この設定でいいと思います皆さんね。ただ私はこの YouTube 上でカメラの画面をねこれなんですよってお見せしたりするときあるじゃないですか。そのときに画面が勝手に暗なってしまったら、あれ画面パワーセーブなってしもうたみたいになるとかっこ悪いんで、もう基本全部一番長い状態に持っていっておきますね。これは YouTube 用設定にも若干なったりしますね。まあこのあたりはご自身で選んでます。まあ基本初期設定のままで問題ないというふうに思っております。メニュー表示10分とかねしてるとずっと光って電池なくなるしね。低速連続撮影の速度、まあ、低速ね、拡張の高速の方じゃなくて低速で撮る時の連続撮影のコマ数、そんなに早く撮れすぎると困っちゃうって人は、まあ、5とかの標準にしてもらって、連続撮影のコマ数は、まあ、200がマックスなのであれば、まあ、200っていうところにしてたり、マックスというか、まあ、標準化になってたらもうそのままでいいです。で、プリキャプチャーの記録の設定のところで、プリ記録の時間、シャッターボタンをよいしょって全押しした瞬間から何秒遡んのっていうところにしますという形ですね。シャッターボタン全押ししている間に記録する時間を設定できるというところですと。で連動レリーズ、あプリキャプチャーの時間のとこ見ときます。あいいか、連動レリーズモードの設定のところなんですけど、これが連動するなんですが、まあこのカメラね、メインの本カメラに連動してリモートカメラでも撮影をすることができますよと。で基本はまあそんな機能あんま使ったり私はしないので、連動しないという形でリモートカメラでの撮影を行えませんなので、まあそのままの初期設定で露出ディレイはね、まあ使うかな。三脚とかにおいて手ブレとかを防ぎたいときに3秒とかにして押して1、2、3ガシャみたいなあの感じで撮れたりするので、結構ね、まあ、使ったりもしますよっていうところです。でシャッターはねオートなのか、メカニカルなのか電子先マックなのか電子シャッターなのかっていうところなんですけども、D の6今何になってるかな、シャッター方式メカニカルシャッターで、ほいこんな感じかな。で電子先マクで電子シャッター電子シャッターやったらシャッター音ちょっと遊べそうやからね。基本はごめんなさい、O とかメカニカルにするんですけど、今ちょっとネタとして電子シャッターにしとこうか。後でちょっとシャッター音で遊びましょうか、せっかくやったらねっていうところがあります。これ今何やろな、タイプ B かデフォルトのシャッター音、電子シャッターになってます。でマニュアルモード時のシャッタースピードの延長、これね便利なんですよ。なんていうやろう、今ちょっと流行りやけど ND1000 とかと64合わせて64000とかかな、当てる計算とかを使ってちょっと撮るときにね、意外とこういった撮影が楽しめたりもしますので、意外とこれは楽しいので使うんであれば使ってもらったり、せっかくあるんやったらね、撮像反映性なんで露出ディレイとこれがあれば意外と荷物軽くなるよっていうところです。
で FXDX 連番モードはしてもらう、ビューモード設定は静止画ライブビューのところはもう明るさ、せっかくミラーレスなんやったらね、恩恵は受けましょうよっていうところと、スターライトビュー暗いところでめちゃくちゃ暗いけどライブビュー一時的にめっちゃ明るくして画面自分が見えるようにして撮ることができる、めっちゃ便利です。ただ撮ったら暗いですよもちろんただ撮る前にめっちゃ明るく表示してくれるんで便利です。なんで構図作って撮るぞってなったら真っ暗でも信じてる撮れるパシみたいな、マニュアルフォーカスがしてる方がいいかもしれないけどねっていうところですね。で赤色画面表示は画面を明るくしてくれるので、暗い環境でねみんなカメラマンがいろいろ並んでる中で自分だけ液晶画面メニュー触るからってこうこうとバッてなると、みんな夜の目に慣れてんのに、お前眩しいのかやめんかいって怒られてしまうパターンがよくありますので、赤色画面表示だったらねこの背面の画面が赤く映るのでちょっと目に優しいというか、そんなにバキバキに光るもんではないので、暗い環境で撮る方はね使ってもらえたらと。でイルミネーターの点灯、多分これねこの右上にあるこれなんですよ、今回の場合やったらね情報表示パネルが光ります。で Z9 とか8今あるんですけどね、情報表示パネル光らすって電源オンんオフオン光らすみたいな感じで持って行ってたんですけど、 Z6 の3型はこれはねオンオフはそのままで、光らしたかったらこの右上の電球を押してって感じなんですね。なのでここを押してもらうと光るよと。なのでスターライトビューで暗くても自分で構図作りやすく撮ります。でメニュー見るときに赤色画面表示で目に優しくします。でイルミネーター点灯させて自分だけこのなんていうの右上の表示パネルのとこ見て撮影できるっていう、まあ暗い環境でもね使いやすいよってカメラになっております。で連続撮影中の表示であったりとか撮影タイミングの表示、まあ基本をタイプ B にしておこうかなってところがあります。であとは、まあ、タイプ B やね。で画面枠表示のところであってガイドライン、まあ、3対3の方が馴染み深いかなっていうところで、水準器のところとかね撮影画面のカスタマイズのところで、まあご自身でね自分の好きなものを選んでもらったらいいんですけど、なんとなく私はもう自分がいつも使い慣れてる感じで、もともとある設定に対してですね、まあ、水準器足したりとか、ヒストグラム入れたりとか、ガイドライン入れたり、中央部の枠別にええかなとかねそういったところ、まあ、自分が覗いた時に一番撮りやすいようにしてもらったらええんちゃうかなってところです。でモニターのねところも同じようにしてもらってっていうところですね。ファインダーのところかな、こっちはファインダーとモニター、背面の液晶とファインダー覗いた時にね変えたりもできます。ただ私は統一させておきたいところというか統一させたい派でございます。で次が、ファインダーの高フレームレートですね。まあ今回のね一つまあプッシュのところにもなるかとは思うんですけど、ファインダーのライブ表示を撮影環境に応じて滑らかにしてくれるというところがあるんですけども、ちょっとねパワー使うので、オフにしておきます。必要な時だけ使おうかなって感じです。フラッシュ撮影の同調は200分の1が選ばれてて、シャッタースピード制限60分の1、フラッシュ使用時使用フラッシュ使用時の感度の自動制御、モデリング発光とか、あとはブラケットの、変化のね要素であったり、ブラケットの、順序であったりとか、フラッシュ連続撮影の時の優先度をします。でこの辺はねもう最近は触らなくなりました。ちょっと前まではねアイメニューもね結構追い込んでたんですけど、最近はもうファンクションボタン周りでだいたい、それこそ XP の7世代目になってから、まあ、そんなに追い込むことなくなったかなって感じになります。なのでほぼアイメニュー触らなくなってますね。たまにアイメニューの中にあるかなぐらいで、ほぼほぼマイメニューがディスプボタンに割り当てで一発で飛べるようにするので、もうその中から選ぶようにしております。なんかアイメニューをなんとなく私自身慣れなくて、アイメニュー行くんやったらもうマイメニューから行くっていう、昔からマイメニューから行ってたんで、レフキ時代からね。なのでアイメニューにあんまり、まあ、最近はすごく便利なので使われる方は使った方がいいと思いますという形ですね。でカスタムボタンの機能の撮影と再生のところなんですけども、まあ、これはちょっと奥深いですよね。これはあくまで私が設定する、私が Z6 の3型で撮りやすいだろうなっていう設定を、今のところ割り当てております。一つ目はまあ再生かな。で再生の時に拡大する、なので撮影撮って自分でファンクション1でポンポンって割り当てて再生拡大っていう風にするのが楽かなって個人的には思いますので。
で AF オンのところですね、先ほどお伝えした 3D トラッキングですね、割り当てましたね。なのでシャッターボタンでオートで撮ると。で基本はまあこっちのオートでもうオートフォーカス優秀やからね、撮ってくれると。ただ時折ちゃうねんっていう、そっちちゃうねんっていうね時がある時に、親指 AF で 3D トラッキングで真ん中でバッて加えて、こうなんていう、引っ掛けた状態で構図作って撮る。なのでオートエリア、ちょっといまいち 3D トラッキングとか、もうオートエリア邪悪さーと思ったら 3D トラッキング 3D トラッキング 3D トラッキングみたいな感じの、まあ、レフ機のなんか真ん中捉えてポンみたいな感じの撮り方を選んでもらえたらいいんじゃないのかなってところですね。ファンクションにはちょっと正直悩んでます。何割り当てようかなって感じです。まあ時折変えるんやったらオートフォーカスあたりの、まあ、変更かなって感じですね。なんでそんなにまあ激しく変える必要はないかなと。これね、左上にあのユーザーセッティングがあるんで、まあ、ある程度使うんやったらユーザーセッティング登録しようかなってところがあるので、まあ正直ファンクションには迷ってますね。めっちゃこの設定当時の私のこれ顔面なんですけど、ファンクションに何割り当てようかなみたいなね、贅沢な悩みですね。でレリーズモード、ライブビュー、もうここディスプ、皆さんはミディスプの方がいいと思うんですが、私ディスプもほぼ切り替えることなくて、ライブビューの情報表示なので前メニューを切り設定して前メニューに飛べるようにしておりますと。でここね、まあ AL でいいかなと。で再生とか、露出のところでポイントは録画ボタンのところかな、ここです。動画撮影のボタンを、押した時に、まあライブビューのね表示の、消灯って形になってるんです。私はもう過去昔からずっと FXDX の切り替えにしております。で、まあ、ZF の時にもお伝えした通り、2450万画素で DX にしちゃっていいのってところがね若干あったりするんです。画素数が結構減っちゃうんでね。なので2450の、まあレンズなんかを使ったりもするんですけど、まあやっぱり使えるもんは使わざるを得ん時は使った方がいいと思うので FXDX を割り当てて、でコマンドダイヤルとかサブコマンドダイヤルのところもいろいろあって、 ISO 感度とか、あとはレンズファンクションですね。レンズもね、ちっこいレンズだったらそんなことないんですけど、超望遠とかになってくるとレンズの横にね、ファンクションボタンがあったりするんですよ。てか2420もあるからすごいよね。この6に L ファンクションね、レンズのファンクションがあるので、その機能になり割り当てますから、まあ大体オートフォーカスでいいと思いますわ。ただ、超望遠になってくると、背景とかにね、前に手前に例えばコチドリがいます。でも奥の水面に、きらめきが激しいからオートフォーカス持っていかれると、背面にオートフォーカス張り付きがちやという時に、手前に来てほしい手前に来てほしいけど毎回捉えるのが大変やから、その時にフォーカス位置の登録で一番前までガッて持っとくんですよ。もう自分でフォーカス位置を一番前に持ってきといて、レンズファンクションの M セット、この1個隣の、メモリーセットのところで登録しておくという状態にして、もし後ろに張り付いたとしたらレンズファンクションで、一番手前に持ってきているので登録しているので、レンズファンクションでこの登録位置を呼び出すと。そうすると、撮影するときに後ろに貼り付いてます、で手前に持ってきたいです、メモリーセットで手前登録してるからレンズファンクションを押したら一気に手前にガッてフォーカス位置戻ってきますと。でまた真ん中から、じゃあコチドリをこれやったら絶対引っ掛けれるやろうっていう状態の構図で真ん中に捕まえてもう一回押すとフッとフォーカスがいくみたいな繰り返し。ただ最近はまあトリエイフとか入ってきているから比較的にその辺は問題なかったんですけど、 Z6 の3型はちょっとまたそれね、活躍しようかなっていうところがあったりもします。でレンズファンクションの回すやつはね、反応されるとあーってなったりするんで、もうオフにしておきます。マニュアルとかのね、あたりのフォーカスのところは使っておきますという形ですね。でこれは何ですか、ちょっと見なんか早くて、あ、再生の時やね。再生の時は逆に、再生の時もね、ファンクションボタンの機能変えれたりするんですよ。なので先ほど撮影時にファンクション1で再生しますと。で再生した状態でこのファンクション、さっきの1の拡大を押すと、再生ファインダーを覗きながら再生して拡大と、2回押すだけでね、再生拡大。なので右下の再生ボタンを押さんでもファンクション1で再生拡大ってできると。でその状態でピン OK ってなったらもう一回シャッターボタンを押して撮影を続けるみたいな感じになりますと。
まああと再生の時はそんなにあんま買えへんかなーってところがありますね。まあ、プロテクトとかもね正直あるんですけど、フリック入力が今回ねもうできるようになってるので、撮影しながらタッチパネルフリックでポーンって上に送ってプロテクトかけちゃえばいいや、でその後フィルター再生でチェックして、フィルター再生でバーって見てしまえばいいかなーっていうところがあります。なのでまあ何割り当てよっかなーって感じでございますね、再生の時は。まあでも割り当てる項目がないっていうのは逆にね、まあ余裕があっていいんちゃいます。あ、再生の時のあのメインとサブね、メインは1コマずつでサブで10コマ送るとかによくしてます。じゃないと再生がねあれやしっていうところがありますので、っていうところですね。 OK かな。50コマとかも送れるようになってるし、最近はちょっとねレーティングとかプロテクト単位で送る、じゃあフィルター再生じゃなくてもいいのぐらいの感覚になっているので、あのすごくね便利な時代になっているなっていうふうに思います。これねすごくありがたい進化ですよね。これどの時代からだったんやろな、今回からかな、なんかちょっとねありがたい進化だなっていうふうに感じますと。であとはまあそのぐらいかな。タッチファンクション、これね、先お伝えしたところなんですけども、これは、ZF とかにあった機能ですよね。タッチファンクションがこう自分が写真撮ってる時にタッチしながらファンクションボタンでも、 ZF とかはファンクションボタンが少ないからタッチファンクションが活用されてましたけど、今回 Z6 の3型正直私個人的にはファンクションボタンまあ余裕あるっちゃあるし、もっと言うとこのタッチファンクションの中に割り当てたい機能がないんですよねなのでもう正直なくていいかな、使わなくていいかなって感じです。で操作のロック、シャッタースピードとかね選べたり、コマンドダイヤルの回転方向、これは他のメーカー使ってる方やったら変えた方がいいんかもしれんけど、私はまあニコンなんでもうずっとね同じですと。でボタンホールド設定、インジケーターのプラマイとかフォーカス回転方向とかもうこのあたりもずっとニコンユーザーやから今のままでいいかなと。でフォーカスリングの角度の設定であったり、コントロールリングはちょっと鈍感の方が助かる。でパワーズーム今回ね対応している、フルサイズ機のパワーズームはまだ出てない、あくまで DX の 1228 の 3.5 から 5.6 の PZVR ではあるんですけど、プラマイの後ろのねこのプラマイのボタンあるでしょ、この後ろのプラマイのボタンでパワーズームうーうーってまあ電動のねズームなので、人間が手でズームするとまあ息止めてフッ送るとね、上手い人はすごいっすね、もうこれ人間がやったとは思いませんね、技術っすねみたいな感じでね、よいしょするの、先輩のね技術をよいしょするのが私らの世代の仕事ではありますけども、今便利な時代でねプラマイ押すだけでグイグイグイってあの一定スピードで行ってくれるんでね、まあオンにしときましょうと。で速度もねふわっていくのかスーってゆっくりいくのかを選びましょうと。で1コマ再生時のフリック操作、これね私がさっき言ってた上にポーン下にポーンで、上でプロテクト下でレーティングポーンのやつですね。なのでプロテクトって感じにしております。下はレーティングにするかなって感じですね。であとはサブセレクター候補、サブセレクターの中央優先とか、アイメニューのカスタマイズ、動画のね動画の方のアイメニューのところですね。初めはね、まあ、使ってたんですけども使わんなりましたね。で動画の時のカスタムボタンなんですけど、まあ特にそんな変えへんかな、もう動画の時でそんなにごちゃごちゃせえへんからね。でエリアモードの限定もまあまあ削るっちゃ削るかなぐらいの感覚でございますね。でオートフォーカス速度のところとか、あとはね、まあ早い方がいいんであればね、動画でオートフォーカス早い方がいいんであれば、あとオートフォーカスの追従、ハイレゾズームの速度もフッていくのか、フーって寄っていくのかを、まあ、パワーズームの感覚で選んでもらったらと。で、パワーズームの操作の A レンズのね、プラマイ使用しますかとか、パワーズームの速度とかね、ISO 感のステップ幅のマニュアルモードのところであったり、シャッタースピードの延長、まあ6分の1ステップ幅せっかくあるやつ使ってもらったりとか。シャッタースピードの延長、ビューアシスト、ゼブラ表示、まあ、このあたりはね、動画の機能の、まあ、補助的なところであったりとか、あるんや、意外とやるやんって感じやと思います。ゼブラ表示の検出モードの制限とか、まあ、ガイドラインはね、3-3で無難かなと。で、起動情報の、種類であったりとか、カスタマイズ、画像モニターのところであったり、これ動画の方ですね。まあ、動画の方もね、自分がいるもんを割り当ててもらうといいんじゃないのかなってところです。ファインダー画像モニター両方ね、割り当ててもらって撮りやすいように、まあ、してもらったらいいんじゃないのかなってところですね。はい。で動画撮影時の赤枠表示、あの録画中にあの赤枠がバシって出るでしょ、あれのまあ表示するかどうか、せっかくやったら私あれ表示してほしい派なので表示してほしいと。で再生メニューに移ってもらうと、再生フォルダ、再生画面設定で、私統合情報を入れるタイプなので
と統合情報なので、統合情報画像のみでパッパッパって切り替えるタイプでございます。まあこの辺は個人が分かれるかな。でダブルスロット同時削除設定、分割記録時の再生スロット、フィルター再生はまあプロテクトをしてると再生した時にプロテクト選んだやつだけ出るので、もうその日のハイライトができると。でグループ再生の設定であったり、撮影直後の画像の確認、まあ、これね一時期からオフになりましたね。昔のレフ機使ってる人やったらパシって撮ったら強制的にチカって出てたでしょ、確認してください。でもミラーレスってもうあれでしょ、もう撮る時にもほぼ確認してるような感覚やから、撮った後に毎回チカ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 出てこんでももうええよって感覚で、気になってる時だけさっきみたいに再生拡大ピン OK みたいなのをファンクションで割り当てる感覚になるのかな。で削除後の次のね再生画面であって、連続撮影後の再生画像であったり、画像の自動回転、画像の自動回転は縦横のね時に枠いっぱいなのか、縦でも横幅ちっちゃいけどスンってちっちゃく映るけど、でもこの状態のまま見れるからねっていうところがありますので、自動回転どうするかであったり、カードのね初期化フォーマット、あの物理フォーマットありましたよ。もう1時間ぐらいになってたから腰痛なってた物理フォーマットもありますよと。でユーザーセッティングのところで U123、 これねめっちゃ便利なんですよ。なので私自身 Z30 なんかも U123 も U5 ぐらいまでやってほしいなと思うぐらいです。でモニターの明るさですね。でモニターのカラーカスタマイズ、ファインダーの明るさであったりとか、表示サイズね、メガネかけてる方やったらちっちゃくするもありかな。で画面表示の自動回転、まあこれはねせっかくやったらまあこの時代のカメラはオンにしてもらった方が、先ほどのねポートレートのところですけど、わかります？これ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 、あれ なんか向き変わったっていう。 ZF-Z8-9 使われてる方やったら当たり前やんと思うかもしれんけど、 Z5-6-7 を使ってる方からすると、そうそうこれ欲しかったんよって、特にポートレートの人思いませんなのですごくねいいと思いますよってところですね。であとはオートフォーカスの微調整の設定、レンズ情報の手動の設定、距離表示はまあ私らはフィートよりメートルの方が慣れてるかなってところがあるけど、まあメートルにしておきます。フォーカス位置の記録はしますか、電源オフ切った時にフォーカス置いておくとかね、ズーム位置の記録、ファーズームの時にしますかとか、自動電源オフの時の温度、まあスタンダードの方が無難かもしれんけど、まあ正直高いに持っていった方が扱いやすいので、まあ、画質がね低下するのであんま熱くならないように。でイメージセンサークリーニングしますか、画像コメントのところ、ここはちょっとごめんなさい時間いただくんやけど、画面の画像のコメント結構メディアさんとかに出す時が多いので、やはりこのあたりは入れておかないと、まあ、どの人が提出したのかわからないものになっちゃうので、ジマチューブ .com やったかなっていうものを、入れておりますので、ちょっとだけお時間お付き合いください。同じく著作権情報のところもねありますので、撮影者、著作者、ジマチューブ .com にしておいて、表示しますよで情報添付しますよっていうところにオン入れておくと。で IPTC のねところも報道関係の方やったらねされるかなってところもあったりもしますし、あとは音声メモのね設定、使われる方は、録音のね操作とか音声の出力再生してもらったりと。電子音まずタイプ A いきますね。はい。でタイプ B ですよ。おお。でタイプ C なるほど。でタイプ D ですね。お。でタイプ E ですね。ちょい。なんか電子機器やねっていうところですね。でタイプ A なんかを例えばちょっと連射するとこんな感じ。タイプ B がって感じ。でタイプ C がって感じ。でタイプ D がちょっと待って、ほい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 って感じ。でタイプ E が何のゲームやっていう感じになります。どれにしよう、 B にしとく、まあ、B にしとこうかなっていうところでございますね。まあこれがあのシャッター音のちょっと遊びっていう形になります。でサイレントモードですね、まあオンオフが選べますので、音ちっちゃくねしたりつきたりすると。でタッチ操作のところであったり HDMI のね出力のところも結構最近柔軟になってるよと。で USB の、ところ、接続時の有線どうするか、リモコンのファンクションボタンの機能であったり、認証情報のところであったり、電池チェック、
これね、ちゃんと野外仕様というところと、電池チェック、OK、USB、パワーセーブ、静止画モード、カメラ操作してない状態が一定続くと、バッテリー消耗を抑えるためにパワーセーブモードになります。で、カードなしレリーズ OK。よく電気屋さんでね、カードないけど、シャッター切らせてっていうやつですね。で、メニュー設定の保存と読み込み。これ最高でございますね。私が一番大好きな機能でございます。いろんなカメラ使ってるとね。で、ファームウェアバージョンのところで確認で 1.00 ですよ。1.00、そうやね。1.00 ですよ。で、ネットワークが機内モードね。ニコンイメージングクラウドね。今回の目玉にもなってるかと思うんですけども、まあ、新しい機能、スマートフォン、リモコン、MLL7 との設定、PC 設定、FTP と接続、カメラ接続、アトモスの設定、USB とかね、まあ、ネットワークのところもあるんですけど、まあ、ひとまず私は今使わないので、機内モードオンにしておこうかなという感じです。で、今の何らかのエラーっていうのは 26mm の F2.8 ってね、フードつけたままね、触っちゃうと、時折カツンって当たって、ちょっとっていう時があったりするんで。で、マイメニューのところはですね、私自身がよく使う機能をバババッと、登録している感じです。で、その後、まあちょっと自分がよく上から使う順番に、まあ並び替えるっていうところが、まあこの動画の、まあ最後になるかなっていうところでございます。いかがですか？まあ1時間ぐらい、まあいつも通りやね。なので、まあ大体いつもカメラが新しいのが出てくると、喋る完全ガイドマニュアルっていうところでね、設定メニューを全部そうなめにしていくところがあるんですけども、やはり大体1時間ぐらいで設定できます。で、逆を言うと、まあいろいろ撮影出かけて、ああって思うよりかは、この動画を1時間見ていただいて、一緒にね、ああそうなんや、この機構ってそうなんや、説明書最近なんか紙であらへんし、ようわからんわっていう方はね、よくカタカナがもう要さん並んで何のこっちゃ。しかももっと言うと、ニコンに新しく入ってきた方は、メーカーによって呼び方違うので あの機能のことかがあったりするんですけどね、知識として知ってるけどニコンの呼び方は知らんっていうのが結構あったりするんで、このね動画を参考に、そういったところをね役立ててもらえたらと思います。このチャンネルではですね、撮影に関することとかカメラに関する情報ニュースを毎週更新、ここ数日は毎日更新でお届けしておりますので、ぜひチャンネル登録で応援していただけるとめちゃくちゃ嬉しいでございます。また最近はね、オンラインサロンなんかでも運営しておりまして、カメラ写真好きのメンバーと集まって和気あいあいをしております。楽しくね盛り上がっておりますし、写真集、ジマチューブセレクトですね、すべてニコンのカメラ、まあ、ミラーレスと一眼レフ混ざってはいるんですけど、すべてニコンのカメラで、撮影した写真集72ページ80カットの写真を揃えてですね、私自身のお気に入り写真っていうものを、揃えております。なのでぜひね、興味ある方、今ボリューム1数多くねご予約いただいて、まあもうすでに出荷しているものもたくさんあるんですけども、ボリューム2も今鋭意制作中でございます。で、ボリューム3もね、モノクロームに特化したものも今企画プロジェクト走らせておりますので、ボリューム1、ボリューム2、ボリューム3、すべてね、ご予約いただいている方も数多くいらっしゃいますので、ぜひ、ここに今後 Z6 の3型、今回のね、カメラの、写真なんかもいっぱい入っていくんだろうなっていうのが今のところの私の感想でございます。これね、ぜひチャンネル登録は無料でできるから絶対。っていうか、まあそもそも1時間も説明よう頑張ってくれたな、ニコンさんの公式でもないのに、みたいな感じで、お疲れさんの意味を込めてね、チャンネル登録をぜひお願いいたします。あとは、写真集とオンラインサロンは興味ある方はね、概要欄にリンク貼っておりますので、ぜひ、チェックしていただけると嬉しいです。Z6 の3型のね、発売まで少しまあお時間がありますけど、この動画を見てシミュレーションって言ったらいいんかな、ぜひね心の準備を整えていただけたらと思います。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。